8月27日、自民党の派閥で唯一残っている麻生派54人の研修会が横浜市のホテルで開催されただが自民党総裁選9月27日投開票をめぐり麻生派はすでに分裂の様相を見せている政治担当記者はこう話す小林隆の元経済安保相の出馬会見には麻生派から3人の衆院議員が同席しました 甘利明元幹事長も小林氏を支援していますまた三藤明子参院議員今井恵理子参院議員は旧岸田派の上川陽子外相を推すようですし小泉進次郎元環境相を支援する議員もいるようです研修会で麻生太郎会長は同じ釜の飯を食って育った同志としてしっかりと応援したいと 高野太郎デジタル賞を支援すると話しましたただし一致結束箱弁当みたいに縛り上げるつもりは全くないとも話しましたかつて100人を超す最大派閥だった竹下派などで週に一度議員や秘書らが同じ弁当を食べて連帯意識を高めたことから永田町では一致結束箱弁当と言われ団結力の強さの表現として使われてきた 一致結束、箱弁当というわけにはいかないということは、つまり、河野氏への支援の一本化を断念したということになります。総裁選をめぐっては、麻生氏は勝ち馬探しに苦労しているなどと書かれましたが、どう考えても勝ち馬には乗れない状況です。麻生さんが勝ち馬に乗れるケースは、派閥は別ですが、実質的に子分である茂木敏光幹事長、河野氏。 ああるいは旧岸田派のの林義政官房長官、房長上川氏あたりまでなのでなす。勝ち馬に乗れない状況とはどういうことなのか総裁選は1回目の投票で誰も過半数を獲得できない場合上位2人による決選投票になります現状上位2人に残ると見られる有力候補は新次郎氏石破茂元幹事長小林氏の3人です 新次郎氏は、キングメーカーの座を争う菅義偉前首相が、全面的にバックアップしており、麻生氏が入り込む余地はないし、決選投票においても、派閥を結束させて、新次郎氏に入れるわけにもいきません。石破氏は、麻生首相時代に退陣を迫ったという因縁が王を引いていて、関係が最悪です。また、小林氏も、福田達夫元総会長。 大野啓太郎衆院議員ら4期生以下の安倍派若手が中心に支援していて麻生氏が潜り込む場所がない状態です2008年から2009年に総理安倍晋三政権と菅義偉政権で副総理を務め現在の岸田政権で自民党副総裁と要職を歴任してきた麻生氏政界随一の実力者とされてきたが総裁候補が乱立する中 発砲塞がりの状況にあるようだ。自民党、ベテラン秘書が言う麻生さんは次の総選挙で引退するかもしれないね、最近、党内でもそうした声が聞かれるようになってきました麻生派の議員は、決選投票で派閥が結束すれば、主導権は握れる、可能性はまだあるなどと言っているようですが、今のところ、有力とされるのは、新次郎、石破さん、 小林さんの三人なので結束しても難しい。また、一回目の投票でバラバラになった議員らが決選投票だからといってまとまるとは到底思えません。なので、麻生さんは自分の目が黒いうちに長男の小豊たか氏に議席を引き継ぐ方が賢明と判断する可能性が高い。いよいよ引退が現実味を帯びてきた。 麻生さんに近い人も総裁選次第だがおそらく誰にも相談せずにいきなり引退すると言い出す可能性もあると言っていましたねいよいよ土壇場に追い込まれた形の麻生氏だがここまで引退せずに議員を続けてきたのには訳があるというそれは麻生氏の祖父にあたる吉田茂元首相の存在だ前室の秘書が言う麻生さんはじいさん吉田元首相と 同じ年まで衆院議員をやると言っていたようです吉田元首相は85歳1ヶ月で引退麻生さんがその年になるのは2025年10月おそらく年内に解散総選挙になるので引退すれば同じ年までという望みはかなわないことになりますね総裁選まで1ヶ月国民の意持よりも政治家たちの思惑ばかりで動いている気が 以下はネット上の意見をまとめたものですどこの世界でも勝ち続けることはかなり難易度の高いことだろうと手持ちの札が河野のだろうという最弱のカードしかないのが決め手ですかねただ負け続けることもないので希望的観測で起死回生の一手が総理総裁選後に予想される総選挙の後にもう一波乱があるかもしれないこと総裁選に関しては 知りしよくでかか動かない。勝ち馬に乗らないと大臣や政務官党幹部のポストが回ってこない回ってこないと総理を目指せない自民党の国会議員としての国政参加を選択したからには最低でも閣僚は目指してる運は必要だが総理になれるものならなりたいが本音その道筋をつけられるかどうかが総裁選勝ち馬に乗れなければ 閣僚幹部ののポストは遠のく水面下がすごいことになってるよすでにキングメーカーの座への執着はかなりあると思うが派閥の力を誇示できる状況にはないとも思う麻生さんが支援する河野さんがポスト岸田最有力にはなく総裁選で河野さんが敗れたら麻生さんは急速に力を失っていくのではないかだが 麻生さんがキングメーカーの座から滑り落ちたら新たな有力者が必ずクローズアップされるはずだ議員は集い集団はやがて派閥化する虎視眈々と狙っているのは何人もいるのではないかと思う麻生派の窮地を見ると昔の田中派はすごかったのがわかるロッキード事件で逮捕されて自民党を離党しているにもかかわらず100人以上が一致団結して 太平首相や中曽根首相を誕生させたのはこういうのを見るとすごかった麻生さんももうそろそろ静かに身を引いてほしいです副総裁とか副首相とか派閥を利用していつまでも権威権力に執着するのはやめてほしいと思いますし身を引いた後も森元総理のようにいつまでも影響力を議員等に及ぼすことのないようにしてほしいと思います 国民はそんなこと望んでないし、裏金問題にしろ、見ていて大変見苦しいし、腹立たしい限りです。麻生さんもそうですが、自民党にたくさんいる80前後の高齢議員の方々は、若手の方々にどんどん道を譲るべきだと思います。行政府のトップ、つまり、総理大臣を務めた政治家は、その後は影響力を残そうなどと考えず、総理を目指す。 者たちに全ててをを任せて潔く、るのが良いと思う。総理をやりきって満足して引退する人もまれにいるけど大抵は自分の力が及ばず身を引く人ばかり麻生氏も政権を立て直せず総選挙に惨敗して総理を辞した過去があるあれで自分の力量が分かったはずだそんな人がいつまでも政治の中枢に張り付くべきではない 石破氏はまず決選投票までも残れない人望もなければ選挙に勝てる顔でもない自民以外の期待の星でしかない小泉氏なら選挙で勝つまでのピンチヒッターなのでその次の総裁に食い込めば済む麻生氏本人は河野氏を支援して推薦人分だけ派閥から融通してやり残りの派閥メンバーを他候補の推薦人に切り売りして を売ることで影響力を強める魂胆でしょう私が思うに次の総理大臣に一番ふさわしい人は青山重春参議院議員だと思います献金1円も受け取らないパーティー開かない講演会持たない参議院全国区ピレだから地元がないから利益誘導しない国防安全保障資源経済の専門家で英語も堪能 自民党100人でで作るる日本のの尊厳と国益を守る会の代表です青山氏はすでに次の総裁選に立候補しているが本当に今の政治を正そうとしているから既得権益にまみれたマスコミは絶対に報道しない長年政治部記者の経験もあるし他の候補と比べたらはるかに期待が持てるから一度総理をやっていただきたい。 小泉や河野が総理になったら国民は離れます。次の選挙で自民党議員が大量に落選します。次の選挙で国民が自民党に票を入れるのは青山茂治議員か高市早苗議員しかいないです。